まあ、あえてあそこは上はいかなって、うん、いつもの羽生銀か。道の駅巡り、この先しばらく道なりです。モテキの道の駅とかはね、週末だとね SL 走ってるんだけどね。あれだね、え、モテキの方行くってことは北関東道だよね。そうね、西方パーキング寄れないじゃん。西方パーキング寄れないじゃん。西方って何だ。津が西方パーキング寄れないじゃん。なんで。大好きなところ、ほら生姜焼き食ったところ。ああ、そういうことか。種類によって季節がちょっと変わるからね。
も久しぶりかな。そう、そのまで持ってるじゃん。光るやつ。あ、光るやつ欲しいのか。そんなにないでしょ。行ってみる？入ってみる？おばちゃん家。ご飯が多そうだったよね。あれも何大盛りかなんかでしたの？あ、カレーもできるんだ。カレーはできない。できなかった。あ、カレーの大盛りってことね。だからか。結構量多いなあれ。昼はあのたぬきそば食って、たぬきうどん食って、おにぎり2個食って。何そんなに食べたの？それでカレー食ったのまた今。カレー大盛り。すげえな。食いしん坊だよね。でもちょうどいいかな。本当ちょうどいい。もうかじゃないんだ。宇都宮？宇都宮のもうかでもよくねって。気をつけてね。
121号なんだね。これゆっくりですね。少し押してあげるかい。後ろから少し押してあげれば。ブッカちゃんの揺れまくりだよ。セブンイレブン。さようなら。あれ。あ、でもいいじゃん。曲がるからいいじゃん。セブンイレブンに寄るのかと思ったけど。帰る途中なのかもしれないね。コースが違うのかな。連休の一度もしなかったの間は。してない。しなかった。どうせ雨なんですよ。まあね。海の日当たりぐらいかな。過ぎるでしょう。これ猛火、これ猛火鉄道。そうだね。爽やかトイレ。久しぶりだな、お風呂の。本当にいちごソフト食べたいね、ここに来たら。この時間じゃどうかな。はい、お疲れ様。おめでとうございます。
いただきます。道の駅茂木でした。目的地周辺です。新緑とは言わねえな。ああ、そうか。でもいいよね、こういう緑があると。あっちの方も田んぼの緑がいっぱいあるけどさ。もう近いよね。これかな。あ、なんかあったような気がする。なんか駐車場に止めた記憶があるな。なんだ。うん。見えるとか。うん。川、この川。滝みたいになってるような気がした。うん、確か、うん。そこの展望台みたいなところ。これ。うん、これそうこれ。これ。これ。入る。うん。目的地に到着しました。案内を終了します。ここまでの使用時間は7分で、運転お疲れ様でした。はい、お疲れ様。うん、
いやー素晴らしい竹だったね。最高だよ。今までに食べた竹で一番最高だよ。本当かよ。それ言い過ぎ。それ飛び込みたくなる。ん？飛び込みたくなる。いいよ。あの鍵を置いてってね。小耳が何の鍵？車の鍵。なんで？だって帰れないじゃん俺。鍵は持ってくよ。いや、あれかよ、儲かってそう。リンクに行きたくなっちゃうな。本当だよ、期間的に終わっちゃうよね。来たことないな、多分。およそ 4km 先右方向です。こっちには来たことないよ。川は中川なんだね。そうしてるね。茨城だ。栃木だ。庄内標高。およそ500m右方向です。
何滝っていうの？白糸の滝。この道ずっと行くとどこ行くの？分かんない。まだ見てません。白糸の滝、方が白糸の滝か。行けるかな。行けるところまで行ってみたら行けそう。いいね、面白そうだね。なんかがいいのかい？どこなんだ？どこまでなんそうだね。まあ、めちゃくちゃ良かった。山頂に駐車場があるんだから。なんかもうすぐ山頂って感じしない？まあね、ずるいな、自分だけ虫除けスプレーして。すればいい、うん、でも大丈夫でしょ。俺、血まずいから大丈夫。まあね、うん、まあねって。そこかい。
うん、関東ふれあいの道って書いてあるよ。鳥居の先かな、鳥居の先がそうなのかな。展望台って書いてあったけど、うん、でもほらこれ山って大体神様とかねいたりするからね。 100m？ うん、 100m。 あと 100m。 この辺が山頂っぽいよね。 100m じゃ距離的にも。200m なんだ。ここでぜいぜいってじゃあ富士山登れないよ。そうだね。まあ言ったじゃないか。滝があって上がこう電車が通るみたいな。ああ言ってたね。あれが芳賀の方なんだね。なんていう滝なの？龍門。龍門。へえ。かな。調べてみよう。とりあえず鎌倉山でした。うん、有名らしいんだよね。あ、そうなの？ここ知らないけど、これに載ってたわ。うん、あ、本にね、うん、もらった。ルルブ？ルルブだっけ、うん、もらってきて。あ、フリーのね。フリーの、はい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 。でも誰も来てないけど。もっとほら、冬とかね、空気の澄んでる時だったらもっと綺麗なんじゃない？分かりづらいじゃん、ちょっとね。まあね、うん、書いてないしね。うまいしね、うん、あまり混み合っても困っちゃうね、逆にね。左行くとどこ行くんだろうとか気になっちゃう。来た、降りてきた。左行くね。500m先、左方向です。
らねえなこっちは。一応今日休みだったんだっけ、定休日になってるんだっけ。スタンプだけでも押せればなって、せめてねバンクでもあればね、トイレでもトイレはあるだろ。はい、お疲れ。休みでもスタンプぐらい押せればいいのにね。
休みでも休憩所ぐらい入れないとな。トイレだけじゃない。がっかりだな。かっこいい道の駅なんだからな。まあいたずらとかする人もいるんかもしれないけどな。ていうかさ、その前になんで定休日なんてあるの？逆に。あるのある。あ、そうなの。まあ行っちゃってるとこだってあるよね。まあ。あれかい？今日何曜日？今日木曜日？観光客が来ないのかな。火曜日とか木曜日休みのところって多いよね。まあ仕方ないから。ああかわいそうに軽トラ煽られるよ。怪しい、オデッセイに怪しい軽トラなの。そう軽トラこれ頑張れ、押してあげれば登り坂だし。久しぶりだな、歯が鳴ってくるの。何種類もあるの？もしかして。そう。全部お塩しかないじゃん。それないし、そんな。重ねてる。これかな。しかもこれに限って小さいね。あれ？まあいい。まあいいんじゃないの？
あ、でもいいんじゃない、茂木に行けたんだった。3つしたもんね。うん、そう、まあ茂木に行けたからいいじゃない、うん。さあ、あれちゃん、日帰りでさ、三重まで行ったじゃん。ほとんど日帰りじゃん、あれ。そうだね、きつかった。しかも次の日仕事で5時に帰った。
りでね、鈴鹿サーキット行って、しかも志摩半島の先端まで行って、しかもわざわざ何帰り琵琶湖の方からさ、ぐるっと回って帰ってきたんだもん。それ日帰りだもん、辛いよ。辛かったよ。今考えて辛いよね。松阪牛食っとけばよかったってね。心残りだったね。よしよしだぜ。あの時なんかチーズ牛丼なかった。そうだね、ないね。あの時撮ったさ、やつ消えちゃったかな。パソコンがダメになっちゃって。練習してる途中でパソコンがダメになっちゃったからね。山形とかほら宮城行った時もさ、あれの映像もまだ残ってんだけどさ、手つかず。
そうだ、これもハイブリッドなんだっけ。そうそう、さあそこにもいるじゃん、そこにもプリウスがいるじゃん。多いな、その前はアクア、うん、俺もさ普段運転してるときさ気持ちはハイブリッドなんだけどね。俺はハイブリッドだなそうだだね、なんだかんだね、うん、ちょっとだけ一瞬降ったけど、よかった。モテキドライブなのかな、うん、そういう感じで